2018年、大阪市生野区で歩道に重機が突っ込み、聴覚支援学校に通っていた井出安優香さんが亡くなりました。両親は重機を運転していた男らにおよそ6100万円の損害賠償を求めていましたが、先月27日、大阪地裁は聴覚障害者の収入は全労働者の平均と同程度であったとは言えないなどとして、安優香さんが将来得られるはずだった収入、逸失利益が全労働者の 85% に当たるとし、男らにおよそ3700万円の賠償を命じました。両親側はこの判決を不服として、今月10日付で控訴しました。父親の井出努さんは、障害者差別を認めた判決を許さない、今後同じように苦しむ人が出ないようにも戦っていくと話しています。